この大会は世界基準となるキッズ2、K1、K2 といった生年月日によるクラス分けでタイムを競い合うナスターレースのオフィシャル大会となります。さあまずはキッズ2の女子から見ていきましょう。五日町 JSC 4年生の上村さくら選手です。今スタートしていきました。さあ今日上村選手ラインを落とさないで滑りたいと話していました。この後急斜面に入っていきますが、ラインどうでしょうか。はい、大変スムーズに急斜面に入ってきたと思います。そしてもう一つ足から動いていきたいと話していましたが、その点はどうですか。はい、下半身の動きもスムーズに入ってきています。さあそしてこの後緩斜面へと入っていきます。このクローチングどうでしょうか。はい、若干、手が下がり気味なので、もう少し上げた方がいいんじゃないでしょうか。今上村選手フィニッシュ、タイムは1分23秒22でした。キッズ2女子の結果です。優勝は渡辺渚選手、タイムは1分22秒17でした。2位は上村選手、3位は清野選手でした。続いては大巻中の1年生上村理瀬選手です。今スタートしました。将来はオリンピックとワールドカップで優勝したいと話していた上村選手。さあこの後急斜面へと入っていきます。今日はラインが下がらないようにしたいと話していましたが、この急斜面ライン取りなどいかがでしょうか。はい、若干コースが荒れ気味ですが、速いタイミングで、ターンに入れていると思います。さあそしてこの後は緩斜面へと入っていきます。緩斜面の滑りはどうですか。はい、急斜面のスピードをうまく緩斜面につなげて、います。さあ頭を下げて今フィニッシュ、タイムは1分17秒22でした。 K2 女子の結果です。ライバル対決を制したのは渡辺真由選手、タイムは1分15秒05、2位に島津若菜選手、3位に上村選手が入りました。